議会統治制とは、行政機関としての政府の機能を議会が完全に支配する政治体制。主に少数国家、多民族国家において発展してきた制度である。スイスは、議会統治制連邦国家議会と政府は、機関としては、別個に存在し、行政府庁が議会の信任に基づいて選出されるため抗議の議員内閣制に分類される。ただし、 一旦組閣された後は、任期終了まで、不信任とされることはなく、また不信任決議への体験として、通常は存在する、はずの政府による、議会解散権が存在しないことが特徴である。例えば、本政治体制の代表国たるスイスは、英語版、ウィキペディアの EN、パーレメンテリーシステム記事内右地図で示されるように、議員内閣制の株分類として紹介されている。 政府は独立して決定を下せず、すべての行政手続きは議会の承認を必要とする場合もあり、政策決定等に対してより時間がかかりすぎるなどといった欠点がある。議会が一外部委員会のような位置づけで政府を組織するという解釈もある。国立国会図書館調査及び立法工作局、各国憲法州スイス憲法。ありがとうございます。